ネット通販とかも慣れてるし、いろいろ警戒もしてたし、まあ、そんなのに自分は引っかからやろうって思ったら、うわこんなこと考える人おるんやなと思って、やられたって思いましたね。ネットショッピングでの被害を語る男性、男性は先月17日、さまざまな売り手が販売する大手通販サイトでスマートフォンを購入。 しかし後日発送の連絡はあったものの取引がキャンセルされ全額返金されました。そしてその後被害に遭います。キャンセルなったんだけども翌日にあのピンポンってなって。 で郵便局から代引きで来たんですよあの発信元が注文した人で Amazon C とかこう書いてるんですよで、重さもちょうどスマホぐらいで食ったらちゃんと入ってるしお金をこう払ってで中開けてみたらもう全然違う男性の話によるとお届け物です取引がキャンセルになったにもかかわらず代引きで品物が届きます 男性は不審に思いながらも発送元や金額が注文時と同じであったことから代金を支払い箱を開けると全く身に覚えがない品物が入っていたと言い,います弁護士は詐欺の可能性を指摘します詐欺的な手法として代金を取ろうと思って一方的に送りつけてきたかああ。 まあ間違ってということはなかなか考えづらいのでもう意図的に何か代金を取ろうと思って送ってきたのではなかろうかというふうに推測できると思います金額は一万円以下やけどやっぱりこんちくしょうと思いますよねやられたとこれもうく悔しいなと思いますよね国民生活センターによりますとネット通販における偽物に関する相談件数は 昨年度全国で4052件寄せられていてこのうち6割近くが代引き配達に関するものです県内でもコロナ解雇、ネット通販のニーズが高まったことから県の消費生活センターアイネスでも代引きに関する相談が増えたといいます送り主をきちっと控えておけばその送り主にまず 確認をしてみる私、覚えがないんだけれどもと、電話するのが怖いなんていう方は、センターの方に相談してくだされば、お手伝いはいたします今回、実際に出品元に掲載されていた電話番号に、記者が連絡してみました。するとももももしもしあもしもし はい、すいません、あのー、9月17日にアマゾンで注文した分の取引についてお話、ちょっと伺いたいんですが、あえっとですねごめんなさい、はい、私のところにあのこういった電話、すごく最近いっぱい来てるんですけど、私個人としては、アマゾンに出品しないんですよ、はい、あそうなんでうで名前と電話番号と住所がと多分乗っ取られ,乗っ取られたとから盗まれちゃって、あそうですか今。 そう勝手にやって出品されちゃってるんですよあそうなんですね電話に出たのは身に覚えがないと話す男性男性によるとネット通販を利用した後に個人情報が盗まれ出品者として不正利用されているといいますやっぱ同じような電話じゃ何回かあったんですか ああもうららないぐらい来てます夜中とかも電話つきありするんで、仕事にも差し支かってるんで、これだけ個人情報が流出しちゃうっていうのは、ちょっと怖いなっていう気持ちもありますし今回、電話をかけても、本当の出品者を特定することができませんでした。そそもそも相手の連絡先とか ああ、がわからない、いいっていうこともありますので、非常に返してもらうのは難しいなあっていうのが実感としてあります。また、当夜弁護士は個人情報が一度流出してしまうと。他のサイトでも悪用される危険性を指摘します。自分がちゃんとするという発想に加えて、相手からも狙われてるんだと。そういう発想を持っていただくとですね、うん、これはちょっとおかしいんじゃないかとか。 ちょっとこれ他の人に聞いてみようとか相談してみようとかっていう発想につながりやすいのかなと思います被害に遭った男性は10年以上前からネットショッピングをよく利用していました自分は大丈夫と思わずにまず購入の時から立ち止まって考えることがトラブルを回避する第一歩と言えます